旭川市に入ってきました。旭川市です。旭川市桜丘です。50キロです。60キロ以内で行きましょう。ゆっくりゆっくり慌てずに、アホ並みでも行けます。綺麗ですね、綺麗ですね。綺麗なお花が咲いております。桜岡駅です。桜岡駅何もありません。見事です。桜岡駅です。何もない駅、桜岡駅です。見事です。桜岡駅、田舎の駅です。最高です。見事に何もありませんでした。桜岡駅です。そろそろ休憩いたしましょう。飲み物が欲しいです。何でも早め早めが一番です。アイレズ東武旭川線です。それでは行きましょう。いいですね、いいですね、綺麗です。花を咲かせましょう。ハスカップ、綺麗ですね。綺麗なお花がいっぱいです。いいですね。それでは後ほど。はい、旭川のセブンイレブンで、東馬のセブンイレブンで休憩をいたしました。おまけに銀行のキャッシュカードも使いました。トイレも行きました。お茶も買いました。最高です。言うことありません。あとはガスです。どこかでガスを入れましょう。最高です。ちょっとお尻が痛い、ちょっと痛い、ちょっと痛い、暖房を塗って寝りましょう。また今日さあゆっくり行きましょう。2022年10月北海道バイクツーリング順調です。しかし残念ながら明日は雨が降ります。北海道全土雨です。今日中に待ってしまいましょう。明日はひたすら目的地に走るだけ。今日は美瑛富良野精一杯遅くまで頑張りましょう。明日はただひたすらゆっくりゆっくり150キロの道のりを走るだけです。それでは後ほど。おお、パトカーですね。田舎のパトカー、なんと旭川ナンバーです。こんな町にもケントメリーの木がありました。なんでやねん、あれケンとメリーの木ちゃうんか。ここはフラの違うぞ、まだ。素晴らしい、素晴らしいですね。それでは後ほど。綺麗です、綺麗です。はい、ケンとメリーがだいぶ近づいてきました。ありがとう。綺麗なところですね。最高です。それしか言いません。はい、帰られた。2022年10月とうとうやってきました。北海道バイクツーリングフェリーで一泊、小樽で一泊、旭川で一泊、層雲峡温泉で一泊、今日はなんと富良野で一泊いたします。すべて予定通り順調に進んでおります。ゆっくり行きましょう。慌てず騒がず、ゆっくりと楽しみましょう。それでは後ほど。富良野まで46キロ、美瑛まで13キロ、旭空港1キロ、いいですね、
いいですね。順調です、今のところ順調です。おー、牛さんじゃー、牛さんじゃー、牛がいてます、放牧中です、牛さんです、放牧しております。旭川空港です、旭川空港。お、管制塔見えてまいりました。旭川空港です、いい感じですね。旭川空港です。右手旭川空港でした。とにかく美瑛、美瑛行きましょう。おー、綺麗ぞ綺麗ぞ、北海道最高じゃ。いいです、いいです。富良野でゆっくりしよう。おー、富良野美瑛バッチシです。おー、出ました北海道、広々北海道空港です、旭川空港です、広々です。飛行機降りてきます、田舎の駅です。田舎です、旭川の移動です。いい感じです、いい感じです。旭川医大前リハビリテーション病院、いいですね。ひたすら美瑛行きましょう。お、キャンベリーの横に滝が出てきます、ラモでも出てきます。美瑛町に入ってきました、美瑛町や、美瑛町や。初八重いただきました、美瑛町で初八重いただきました。突如現れました、ゼルブの丘。突如現れました、ゼルブの丘です。ゼルブが一番です。ゼルブの丘です。ゼルブの丘です。綺麗ですね、綺麗ですね。ゼルブの丘です、綺麗ですね。ゼルブの丘です、いいですね。ゼルブの丘です、ゼルブの丘です、いいですね、いいですね。
お花も終わりに近づいております。ゼブルの丘、強かったですね。ちょっとメリーの切れ方だ、ここから抜けるといいんだ。できるかな。るほど。ケントメリーの木です。川を越えましてすぐの信号を右へ。あ、これやな、これです。木製のおかけ水、これです。ケントメリー、これです。いや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 、皆終わってます。さすがに遅すぎます。10月ですからね。ケントメリー埋蔵の北西の方が何でもあり。ケントメリー行きましょう。ケンメリーです。出ました、ケントメリー。ケントメリーです。ケンメリーです。ケントメリーです。ケントメリーです。ケントメリーの木です。ケントメリーの木です。でかいです。収穫が終わって全て何もありません。ケントメリー、ポプラの木でした。ケントメリーの木、良かったですね。おじいさんが大正時代に植えたんですね。よく分かりました。大事にしてほしいものです。ポプラの木ですね。北西の丘公園です。北西の丘公園の丘です。2022年バイクツーリング奥西の丘、360度一応ぐるっと回ってみましょう。どうでしょうか。丘です。360度、丘です。パノラマです。絶景です。奥西の丘、絶景です。すでに収穫をしておりますね。そばも収穫しました。360度、綺麗ですね。やはり風が強いです。綺麗です。そばも収穫終わってますね。綺麗ですね。綺麗ですね。素晴らしいですね。白樺いいですね。ケントメリーの木はもうすぐそこでした。あ、見えてますね。ケントメリーの木、大きな木一本松。車も止まっております。真正面のとこですね。ケントメリーの木、いいですね。素晴らしい。それではマイルドセブンの丘行ってみましょうか。マイルドセブンの木行ってみましょう。それでは後ほど。